中世オックスフォード城の俯瞰図オックスフォード城、マルメゾンホテルオックスフォード城は、イギリス、オックスフォード市中心部に位置する城郭で、1066年のノルマンコンクエスト直後の1071年に、ノルマン人のバロン、ロバート・ドイリーによって建設された。当初は、木製の天守をいただく土塁であったが、後に、石像の天守に置き換えられ、 周囲は50フィートの城壁で囲まれた。1120年には、ロバートの弟であるナイジェルが城主であった。ウォールフォード城の北西12マイルの地にあり、ロバートの信任を得ていた。1141年には、若きロバート・ドイリーが、スティーブン・オゴシに支援を表明したモード皇后の本拠となった。城は3ヶ月もの間、王によって包囲された。 皇后は地中にトンネルを掘って場外に脱出した。雪に紛れるため城づくめの衣をまとっていたという。彼女は敵人を通過して、キャッスルミルストリーム川を溶かした。城は14世紀に破却され、その後、この場所は、軍政府の管理下に置かれ、監獄として利用されることになった。1888年には、王立のオックスフォード刑務所となり、 1996年に閉鎖オックスフォードシャー軍議会に委ねられた。遺跡は観光資源として解放されることになった。独房は客室として利用されることとなり、敷地の大部分はマルメゾンチェーンの経営するホテルに転換されることになった。刑務所がホテルに転換されるのは英国で初めてのことである。遺跡はさらにアパートメント、バー、 レストランやイベント会場としても再開発されることとなり、開放されたオックスフォード城がアピールされた。遺跡は映画、ミニミニ大作戦、ワンダとダイヤと優しい奴ら、TV シリーズ、モースケーブなどでロケーション撮影に利用された。映画セットとしても利用され、ジェラールド・パルデュー、グレン・クローズ、ロバート・レッド・フォード及びブラッド・ピットのようなスターが、 ここで撮影を行っている。英国のテレビ局 ITV1 のドラマシリーズバッドガールズでもセットとして使われた。ありがとうございます。